日本国神奈川県横浜市金沢区、水木町水木町は、神奈川県横浜市金沢区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示水市区域。町域のほとんどを山林と斎場が占め、居住人口零人の町である。昭和50年代において、横浜市内の斎場は、市営の久保山と、戸塚、民間の西寺尾の3カ所のみで、 整備は立ち遅れていた。地域南部の人口増加を見越し、横浜市は1984年2月に、カマリア町の横浜横須賀道路、朝比奈インターチェンジ北西の一角に、1987年度の創業開始を目標とした南部最上の建設計画を発表した。しかし、横横道路を挟んだ東側の新興住宅地の住民は用地園定に問題があるとして、 強行に反対した。市と実地会との数十回に及ぶ話し合いの結果1989年7月に和解が成立。敷地面積の内開発増生地を1、4程度に抑え、住宅地からの景観を違和感のないよう配慮した。1991年1月21日、カマリア町から南部最上の敷地を含む一角を分離し、水木町を新設。 町名は、この地に自生する水木に由来し、緑豊かな町となるよう願って名付けられた。横浜市南部最上は、1991年9月に、竣工した。金沢区南西部に位置し、横横道路と横浜自然観察の森に挟まれた、やや南北に長い町域を持つ。北から東にかけて、鎌利谷町、南東は、朝日奈町、南西は、鎌倉市十二所。 西側は、坂江区上里町に接する。県道原宿六通路線と、県道金沢鎌倉線、横横道路、朝日奈インターチェンジが接続する、朝日奈交差点から南部最上へのアプローチ道路が伸びている。金沢八景駅と大船駅、上里ネオポリスなどとを結ぶ神奈川中央交通バス、水道東口、金沢八景駅と鎌倉駅を結ぶ、京浜急行バス。 愛部水道停留所が最寄りとなる。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。